The day is breaking softly and the night is glowing true. I feel a million eyes. サワディーカー、ユンコカー。今日は日本の女の人の大好きなぜんざいを作ろうと思います。ぜんざいもいろいろあって、九州と関西、中部、名古屋辺あたり、それから東北、暖かい順番に甘さが違うんです。で、私は関西、大阪に住んでますので、大阪風のぜんざいです。一番皆さん、女の人に好かれる味なんです。一度お試しください。じゃあやりますね。まずお鍋用意します。2リットルぐらい普通は入るんですけど、それからお水を500入れます。それから小豆はきれいに洗ってあります。約 180cc。 なぜお水を先に入れるかというと、ゴミとか、それからこうして浮いてる小豆見えますか？これは身が入ってないからね、浮くんです。だからこうしてちょっと取っておけば、それでこのくらいのお水でまず沸かします。2度くらい沸かしてそのお水を捨てます。それは小豆から出てくるアクを取るためです。食べた時にまろやかな味になるんです。このままでもいいんですけれども、栄養学的には大したことないんで、きれいに出来上がる、美味しく食べられるということで2度沸騰させます。強火です。全部浮かんでくるんだね。浮かびますし、それから強火で踊るからね、うん、だから豆の柔らかさも増してきます。最初だけ強火です。あとは弱火にしますから、はい、でだんだん色がついてきます。水の色から変わってきたでしょ、うん。沸騰して5分くらい経ちますとね、色がついてきますから、一度これで火を止めます。こんなに汚い色になっております、白い水から、うん、一度これで捨てます。冷たいお水をかけてびっくりさせます。お鍋に 元へ戻して、 500cc ぐらいの水でもう一度同じことの繰り返しです。3回目で水がきれいになったら本番になります。十分に色が出ました。さっきよりか汚い色になったでしょ、はい。これでもう一回水洗いします。小豆の量も増えてきました。これで一本ずつ食べます。3杯ぐらい入りました。はい、これで炊きます。全部で、まあ、1500くらい入ってるんですけど、これで炊いてくると減ってもきますけれども、まず強火で一応沸騰、もう3回目の沸騰です。ちょっと時間がかかりますけど、丁寧にして愛情たっぷりで美味しいぜんざい作るのには、でその間にお砂糖を測っておきます、うん、はい。お砂糖 100g 一応用意しました。お塩 2g くらい、私的には一つまみ入れます。はい、今度煮上がってきたら時々こうしてアクが浮きます。泡が出ます。泡も掘ってください。で、さっき水2回沸騰させたけど汚い水が出ましたけど、まだこんな色になるんですけど、これはもう小豆独特の色だから気にしなくていいんです。最初のアクだけ取れば、はい。でこうしてできればちょっとずつちょっとずつアクをこうしてすくっていけば、より美味しくなります。このアクの中に苦味とかいろんなものが入ってるんです。それでこれだけ煮えてきたら今度弱火にします。今度ね、小豆にね、ひもほどきって言ってね、真ん中が割れるんです、うん。それでちょっと触ったら柔らかくなりますから、そのひもほどきするまで炊きます。
先ほど15分から20分弱火で炊きました。このくらいの火です。色はもうこんな色になっております。真ん中が割れてるでしょう。柔らかくなってる証拠なんです。好みによりますけれども、うん、鹿児島は甘いですよ。うん、大阪は中間、うん、それから北へ行くほど水臭くなります、うん、これはお砂糖 100g に塩が、うん、2g 約 2g です入れます。だけど塩もベターっとものすごい水分を含んだ塩とそれからサラサラの化学塩っていうんですかね、あのお砂糖と間違えるような塩は水分が含まれておりません。だからその加減であのお塩の味も変わってしますから十分気をつけてください。ちょっと味見してみますね。で味見するときに一回はあのこうして戻してください。温かいか冷たいかいろんなことで味が変わります。私的にはもうちょっと塩があってもいいかと思います。関西風の味ですからお好みです。もう一つまみ入れてみます。 2g はないと思います。 1g ぐらいです。で、まあ、合計で塩が 3g ですね。約 3g と覚えてくださいね。だけど塩にもよります。辛かったらあのぜんざいは食べられません。私的にはあのもうちょっとお砂糖が欲しいんですけれども、若い人だったらこのくらいの味がいいと思います。これで一応ガスを止めて蒸らします。でその間にお餅を焼いて、今日は砂糖の切り餅を用意しました。小ぶりっていうあの銘柄になっております。普通のとちょっとこれは小さい、ぜんざいだからこの方が小さい方がいいかと思います。小ぶりって言っても5ミリぐらいの違いしかありません、私から見ましたら。でだいたい一碗に1個が常識です。でも男の人なんか好きな人は2つ入れてくださいって言います。じゃあこれで焼きますね。お餅は遠火の強火って言いますけど、ちょうど今便利な餅焼き網売ってますからそれを利用します。日本の昔の言葉にね、餅は小敷に焼かせ、うん、魚は殿様に焼かせていう言葉があります。それはなぜかというと、小敷はね普段お腹が空いてるから早く食べたいから、早く焼けんかな焼けんかなと思ってこうしてしょっちゅうしょっちゅう返すんです。だからまんべんなく結局焼けるということですね。でも魚は殿様に焼かせっていうのは、魚をひっくり返してばっかりおったらもう外の皮もなんもボロボロになって見た目が汚いでしょ。だから殿様に焼くっていうことは、殿様はじっと焼けるかな焼けるかなとこうして見てるからゆっくり焼けるんです。美味しいお魚、そういうことわざがありますのでね、ひっくり返して焼く方があのまんべんなく焼けて美味しくなると思います。焼けてる、うまく焼けてます。はい、お餅が焼けました。はい、先にお餅入れます。小豆は半分くらい、はい、お玉な、それでないと後の人がおつゆばっかりになりますでおつゆはお玉に1杯ぐらい、うん、ちょっと少なかったら足してあげましょう。これに出すときはお箸に添えて細切れの塩昆布をちょっと小さなこんなお皿なんか入れるとね、うん、ちょっと見栄えがいいです。1カップの小豆で5、6人は十分食べられると思います。はい、はい、でも2回3回食べてもいいですよ、うん、冬は暖かくなりますし、はい、ビタミンが多いです。はい、小豆はお肌にもいいんです。ぜひ食べてください。簡単です。はい、じゃあ食べてみましょう。はい、はい、じゃあいただきましょう。いただきます。はい、どうでしょう。
ぜんざいは割り箸の白い箸に決まってるんです。お餅が取りやすいようにね、うんうん、それからお餅をお椀の中で切れるように。うーん、あの壁ついてお餅を食べる人もおりますけどおー、おいしそう。おいしそう。うん、おいしいです。さっぱりした味でおいしいです、うん、甘いもの好きだったらあと大さじ2杯、うん、あのお砂糖を足せばいいと思いますけど、はい、また若い人にはこのぐらいの味がいいと思います。うん、さっきの味見したけど、はい、ちょうどよかった。はい、はい、ค่ะเป็นไงบ้างคะกับวิธีการทำนะคะเส้นใจนะคะก็ถือว่าทำง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแต่ว่าจะต้องมีเวลาต้มนะคะนิดนึงก็น่าจะใช้ทั้งหมดประมาณ40หรือ50นาทีประมาณนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยังไงก็ไว้ลองทำกันที่บ้านดูนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะมาซื้อโมจินะคะซึ่งที่ซูเปอร์เนี่ยเขาก็จะมีหลากหลายมากเลยนะอุ้ยเห็นยังนะอันนี้ก็จะเป็นคุบุรินะคะก็จะเป็นแบบอันเล็กๆเนาะโมจิใส่ก็จะเป็นชนิดคิริโมจินะคะก็คือเป็นโมจิสี่เหลี่ยมเนาะโมจิที่อยู่ในฟองเต้าหู้นะคะอินาริโมจินะอันนี้อังโกโมจิก็ข้างในจะมีเป็นถั่วแดงนะคะชิราทามะโมจิก็คืออันที่เป็นกลมๆนะคะแต่นี้มันเป็นแท่งๆน่าจะต้องไปตัดเองอีกทีนึงอะไรแบบนี้นะคะส่วนโยโมกิโมจิก็คือเป็นโมจิที่ใส่ใบโยโมกินะคะนี่ก็จะเป็นสีเขียวๆแบบนี้นั่นเองนะคะอ๋อแล้วก็นี่มาเมโมจินะคะก็คือเป็นโมจิที่มีถั่วอยู่ข้างในเห็นไหมคะนี่แบบนี้เลยแล้วยังไงฝากติดตามนะคะเข้าครัวกับคุณยายจุงโกในคลิปต่อๆไปด้วยค่ะวันนี้นงกับคุณยายขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย